サラーム・ファイヤードは、パレスチナの政治家、同国首相、財務省などを歴任した、立法評議会議員。日本語メディアでは、サラム・ファイヤードと表記されることが多い、外務省を務めた、ヨルダン川西岸地区にある、ナーブルス近郊のデール・アルグスーに出身。1987年、国際通貨基金の総補佐官に就任。1992年の、アイ、 顧問を経て、1996年より IMF ヨルダンガー西岸地区、ガザ地区代表に就任。2002年、首相に就任したマフムード・アッパースにその財政手腕を買われ、パレスチナ自治政府の財務省に就任。アッパースは1年で首相を退任するも、公認のアフマド・クレイ内閣でも財務省に再任された。2005年、ハナーン・アシュラーウィーと共に、 立法評議会に出馬するための政党、第3の道を結成し、翌1月の立法評議会選挙にて当選。選挙では、ハマースが首相し、イスマー・イール・ハニーヤを首相とする新政権の発足に、伴い財務省を退任する。しかし2007年4月、挙党一致による、第二次ハニーヤ内閣の発足に伴い再び、財務省に就任。2007年6月、 ハマースとファタハの対立によりガザの戦闘が勃発。自治政府大統領のアッパースは非常事態を宣言し、ハニーヤを首相から解任するとともにファイヤードを首相に任命。ファイヤードは緊急内閣を組閣した。国際社会、特に欧米からの信頼は高かったものの、次第にアッパースとの確執が表面化。2013年3月に、 財務大臣のナビール・カスイースが辞表を提出した際、アッパースは留任を望んだが、ファイヤードが辞表を受理するなど、アッパースやファタハと対立する場面が多くなった。4月13日、ファイヤードは辞表をアッパースに提出し、次期首相が選出され次第退任することとなり、同年6月6日、次期ラーミリー・ハムダンラー内閣発足に伴い退任となった。 パレスチナ大統領、ファイヤード財務省に非常事態政府の組閣を任命。ある、数あるアラビ、http コロンスラッシュスラッシュ www.l.tufs.ac.jp スラッシュ prmeis スラッシュ src スラッシュリード .php id イコール112032007年6月17日、閲覧。パレスチナ ファイアド首相が辞任和平交渉再開へ影響も毎日新聞 h t t p 毎日 j p セレクトニュース2013万 414k000e030116000Chtml2013 年4月15日閲覧 ABC パレスチナ首相が辞任イコール議長と確執、米和平策に打撃も時事通信 http://www.jiji.com/.jc/.c.g=int30&.k=2 and 兆130億4140万142013年4月15日、閲覧。パレスチナ自治政府、ファイアド首相が辞任。読売新聞。http:/www. y o m i u r i cojp.world。<www. 4> ニュース、2013万415イト 1T00868HTM2013 年4月15日閲覧。ありがとうございます。